回はこの日、年に一度の入社面接。提案に入社するにはとにもかくにも記入エントリーシート、これを期日内に投函、あとは待つ。エントリーシートの合否結果が届くまで待機。なんだこれ。数日後、通過の知らせが届けば来た。筆記試験を終え、ついに TI ファイナンス面接会場へ。いるな、今年もいい年して TPO もわきまえられぬクズが数匹。利根川先生もです。自由な服装を真に受け、赤っ端を書く。班長もうしてくださいね。怪獣くん、噂じゃ相当のバイリツだって聞いてるよ。へえ。失礼していいかな。なんだよ俺は。今一度確認したい。あ、なんだ。上下黒服じゃねえとダメなのか。何たる不覚無念。なんとかなんとかなりませんか。いいだろう、手配しよう。本当ですか。内緒だぞ会長には。優しいおじさん、さっさと合流してこい。ありがとうございます。忘れません、このご恩は一生。生き残った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 。あ、何言ってんだお前バカ。ねえんだよお前の分の服。待ってくれ、それはあまりに。ああ、散れ散れ。希望消える消える。就活生の明暗を分ける TI 面接試験。今年もキスばかりですね、利根川先生。そうだ、分かってるじゃないか。身に余る光栄です。よし、次からは一条、お前が決めてみろ、合否。わかりました。私、一条は、一切、手を抜くつもりはございません。よし。来た、ここだ。どうぞ。俺はできる。行くぜ、行くぜ、行くぜ。まさか、その声は。あ、いた。いたー、怪獣。帰れ、近い。そんなこと言う権利ないだろう。この顔、どこかで。うん、まさかお前。そうだ、今頃。ありがとうございました。待て、どうぞ。いいから、気をつけて。それでは、どうして出会いを選んだのかお聞かせください。家から近かったのと金だよな。高校生か、バカ丸出し。次に長所と短所を聞かせろ。長所はジャンブルが強いことで、短所はありません。バフか、ずれている根本的に。お前も絶対のよ、ここまでだ。面接は中止。はぁ、はぁじゃない。じゃあ最後に一言。はぁ、どれが。俺はあんたを買っている、優秀だ、それもとびっきり。だから。俺はとびっきり優秀な、あんたの下でとびっきり優秀で、あんたの下です。どうです、いい計画でしょう。あ、無理無理無理なのです。なんだ。そうだ、分かってるじゃないか。あ、いえいえ。よせ、やめろやめろ。それではあちらの扉にお進みください。よっしゃー、やめろー。悪いな、では遠慮なく。やったー。利根川、どうしてだ。一条、嘘に決まっとるだろう。どういうことだ。目的はトドのつまり、その場を盛り上げること。あの男は他の黒服とは明らかに違う、圧倒的クズ。確かに。だからこそ会長にぶち殺していただく。さすが TI ナンバー2と呼ばれるお方だ。分かってるじゃないか。長い、どこまで。この年の TI 新入社員総勢25名。殺す、どれがわ。